皆さん、焦点の時間でございます。皆様ですね、自分の息子、まあもしくは娘にですね、人生で大切なことをですね、教えてあげてください。うん。息子もしくは娘になりきった私がですね、なんでなんでと聞くので、さらに返してください。おー。おー、なるほど。はい。トンさん。いいか、打つ。よく聞いておけ。あのな、前もって計画してやることはめっちゃ大事だぞ。なんでなんで？今の Y が分かるやろ。あれ今日の話、今日の話。一応ワテロップで説明しとくね。ありがとう。息子や。はい。エミルさん。人生で一番大切なこと、それは夢や。なんでなんで？夢って息子も産めるから、もう結婚せんでもええな。あ、イマジナリー今の。妄想やったんや。妄想やった。息子なんていない。娘なんていない。もちろん奥さんもいない。まあ、それはね、誰もが知ってることです。別段突っ込むことでも。じゃあ、この焦点のお題で夢見れたわけや。よかったや。そうやって。ちょっと待って、鳥島さん、ちょっと辛辣すぎ。じゃあ、はい。ショピさん。エミさん、息子で。あ、俺か。はい。息子よ。若いうちに遊んでおくのも人生では大事だぞ。なんでなんで？大きくなったらこじらしてしまうんだよ。はい。お、エミルさん。息子よ。人生で一番大切なこと、それはな、血統や。なんでなんで？お迎えのフロンさんも、隣のウチョさんも、みんなお父さんが立派で、息子も立派やろ。だらしない父親ですまない。なんで？本当にすまない。なんで情けないのに子供作ったの？皆さんはセールスマンです。こちらの同人誌をですね、私に売り込んでください。私がですね、ふーん、それだけと聞くので、皆さんはさらに返してください。わかりました。いいですか？なるほどね。あー、なるほど、宣伝ね。うん、うん、上から言われました。上からの宣伝動画ね。上からね。お、小島さん、いや見てくださいよ、先生、この我々マガジン、今を駆け抜ける我々とのバイブルですって。ふん、それだけ？それだけ。開幕一発目で結論出すんやね、お前。それ以外でも取れることないわ、うん。はい。お、ゾムさん。この同人誌、めちゃめちゃすごいんですよ。それだけ？この同人誌を完成させるために、チーノは半年間飲まず食わずで編集してくれて、その結果彼は。いや、めっちゃ食ってたよ、人の財布で。いや、めっちゃ食ってたよ、人の財布で。うん、本番、この同人誌の頑張っとったよね。だいぶ頑張ってた、頑張ってた。もう、そのおかげでバリ付き合い悪なったもんな。一番頑張ってたよね。バリ付き合い悪なったもんね。じゃあ、はい。お、ロボロさん。いやー、これがね、皆さん、我々マガジンでございますよ。買ってね。うん、それだけ？コネシマが暴走したの、これの座談会ですよ。あー、今の生放送見ましたか、あれ。コラボ相手、コラボ先の人がね、苦言提出ですね。そう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 。間違いなくこれですよ。これ、ね、呪いを見つつ出演者座談会ってやつね、これ、これね、これやね。いや、大変でしたね、チーノくん。はい。お、チーノさん。皆さん、この表紙見てください。ショッピーくん、めちゃめちゃかっこよくないですか？それだけ？このバイクがショッピングは金なくて買えないバイクです。ちゃうぞ、金なくて売ったバイクや。一時できんくらって手放したのがこれや。セラ先生に頼み込んで書いてもらってん。思い出やな、思い出の思い出のバイクですね。